タロ、寝る行ってくるよ。タロ、タロ、See you。タロ、こっち向いて。見た見た見た。See you。バイ。おはようございます。私は今どこに来てるかというと、空港に来てます。まあ、なぜいきなりって感じなんですけど、ちょっと、日本に一時帰国させていただくことになりました。で、トントンは来ないので一人で帰ってちょっと日本を満喫したいと思います。I think there are more people than before at the airport.ね、でこの前来た時すごい閑散としてたんですよ。全然人がいなくて、それがこんなに人が戻るなんて思わなかった。今回の規制緩和でかなり多くの人がフライトをするということになってますね。で、私は3日前ぐらいから腰痛に悩まされ、2日間ぐらい起きられなかったんですよ。なのでフライト心配だったんですけど、なんとか持ちこたえました。本当に腰が痛い。いつも腰痛いの。いつもじゃないでしょ。最近ちょっと腰痛い。私エコバッグ持ってくの忘れたわ。エコバッグ。あれでエコバッグ。You need a eco bag for emergency。違う違う違う。フレット？これがフレット？I think it's kind of lot。そうだけど。Do you think this croissant has a chocolate inside? Yeah, chocolate. There's chocolate inside. Oh, there's a muffin as well. Can I get a chocolate muffin? Okay. Thank you. そろそろ行かなきゃ。Thank you. ここ。お腹に入ってます。ん？ここ、お腹に入ってます。ボーディングパス。バイバイ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 、元気でね。下面がある面を下に向いてください。え、パスポート下面がある面を下に向いて、あ、お客様はダメです。 もしくはあちらでスタッフをお願いすれば。できなかったどうして、なんで。おー、すごいね、びっくりしたね、日本語で。あ、なんとか入居、ん、出国審査が終わりまして、今ゲートに向かっているんです。機内にね乗る前にどうしても水を買いたいんですけど、水売ってるとこがない、全部閉まってる。あ、でも水ないと困るよね。お土産とかもねちょっと買えるかなと思ったんですけど、でも全部閉まってるので、やっぱ朝早いフライトに乗る場合はもうここで買うのは期待できないですね。さっきね、これをね、もらったんですよね。My SOS が青の人は、これのプリントをね、もらえるので、どんどん進んでいきます。本当に腰が痛かったんですけど、でもたったの3時間だったんですよ。そう、10時10分に出て、こう着いたのが2時10分なので、たったの3時間で行きは来れちゃいました。めっちゃ早かった。もう国内旅行並みですね。というわけで私の服装こんなんなんですよ。もうなんかパジャマですかっていうちょっと感じなんですけど、腰に負担かけないようにしたらこうなりました。ちょっとこれで電車乗るのめっちゃ恥ずかしい。日本だと香港ならいいけど、本当に出国までめっちゃ早かった。多分10分もかかってないぐらい全部スピーディーに行きました。
え、やば、すごっ。10分ですよ、10分。降りてから、多分それぐらい。私は家に帰るんですが、なんとですね、私まだ家族にはね、今日帰ってくること言ってないんですよ。なので、サプライズを。まあ、嬉しがるとは思うんですけど、ちょっとびっくりして、あの心臓が止まらないようには気をつけたいと思います。いよいよサプライズをしていきます。どうだろう、まだ仕事してるかな。あ、まだ仕事してるかもしれない。ちょっと待って、まだ仕事してるかも。家の匂いがする。サプライズ。ちょっと冷静すぎじゃない？言ってないよ、そんなこと一言も。こちらうちの長女でございます。五男のうちの一番上。ご兄弟の中で。誰だと思った？帰ってきたんじゃん。なんで何が？なんで帰ってきたの？何が嫌なの？うちのポピーちゃんです。キポピー、ポピー。ポちゃん、ポちゃん。ポちゃん。Say hi。Say hi、ポピー。すごい、ポピー逃げないよ。やっぱ覚えてんのかな？猫ちゃんのメリーです。ね、メリーに。ちょっとお尻が尻尾がね、すごく短い種類の猫ちゃんなんですけど、タロウと比べるとこの圧倒的小ささ、わかりますかね皆さん。はい、私の後ろがにぎやかですね。ちょっとにぎやかじゃないかな。てな感じで、まあ、無事に日本に着いて、日本での動画もちょこちょこ撮っていきたいなと思ってますので、ぜひお楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。